新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで始まりました。新年一発目のゴージャス動画です。私がゴージャスです。そしてはい、河野まりかです。まりかです。はい、ということで2021年でございますね。1年になったんですね。開けるもんだね。開けましたね。いやいや、今年は開けないんじゃないかみたいな。もう開けるもんですよ、もうね。いや、早いですよ。ね、何年ですか。牛ですか。ちょっとそこら辺はちょっとリサーチ済みじゃなかったんですけど、ね、そんな感じでございますけども、はい、いやー、今回本日は一発目なんですけどもね、はい、うん、朝から、うん、朝か配信してますけど、皆さんね、起きてますか。はい、そんな感じでございますけどもね。ちなみに初夢は今夜見る夢が初夢ですからね。そうなんですね、うん、そうだ、あ、この時間見たよっていう人は絶対いないと思う。あ、いや、これ後から見た人はあ、見たよって人いるかもしれない、ね、今お昼寝して見た夢は、いや、ダメでしょ。あ、これもダメなんだ。夜じゃない、夜、わかんないわかんない。あ、それもよくわかんない。いや、君が決めていいよ。君が初めだと思ったらそれは初夢だよ。一富士二鷹三なすびで、三なすびでございますけどもね、はい、ということで本日はですね、この動画プラス後ほどまたね、私とよきゅんちゃんと骨音と栗原の栗を揚げる桃太郎電鉄のこちらのね、プレミア配信もございますのでね、はい、こちらもコメント打っていただきますとね、楽しい限りでございます。3本になってると思いますね。すごい豪華ですね。ね、栗原ね。そうですね、盛り上がったね。もう8時間ぐらいやりましたもんね。想定では4時間ぐらいで終わりますって出たのに半分、なんかその倍の8時間ぐらいやって、盛り上がっちゃったんですね。で、途中カメラ止まるという事件もあってあれをどう乗り越えるかっていうんですねそれを言った方がいい。それを言った方が見るかもしれないね。確かにね、クリちゃんさんが苦労して編集したのかもしれないですよ。いや、わかりませんけどね、うん、こちらの方も絶対見ていただいて、3日、何年だったんだろう。99年はさすがに無理ですよね、あのね、8時間じゃそんなにまあ言いません、そんなに年数別にあれ、そ、この年数でこんな時間いきますみたいな感じなんでねそうなんだ、はい、楽しんで見ていただけるところでございますね。でも、はい、マリカちゃんもいつの日かね、桃鉄ね。そうですね、いつの日か。まあでも結構あれですよ、うん、昔やってたここのゴージャス動画の生放送ではやってたんですよ、はいはいはい、キーパチゲームナイト、ね、女子のやつ、女子会だったかな、あの時は。サナいたやつかな。サナさんがいたり、うん、あと私の元同期の、うん、あの事務所の子とかを呼んでいただいたりとかして、なんとなくふわっと覚えてる。そうです、そうです、そっかそっか、はい、やったことありますから。ありがとうございますね。はい、年始からガンガン動画上げていきますので、よろしくお願いします。いや、ということでどうですか、今年はどんな年にしたいとかあります？私、うん、今年2月22が誕生日なんですけど、うん、はい、その2日後の24日に、はい、ソロアーティストデビューさせていただくことになっていて。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなの夢みたいじゃない？夢みたいでも夢じゃない。いや、何どういうことだ、何ファーストシングル、うん、夢みたいでも夢じゃないをリリースさせていただくことになっております。偶然偶然ですよ。本当に。そうなんですよ。偶然当たっちゃった。もうMV とかも出てたり、うん、実はゴージャス動画じゃないチャンネルももうできてるので。本腰を入れ始め、コラボしたい。チャンネルぜひ登録してほしいんですけど。まあでもね、はい、こちらもそうですし、アーティスト活動の方もやっぱ結構やっていくって感じかな、じゃね。そうですね。なんか結構今までもキャラクターとして歌を歌わせていただいたりとかしてたんですけど、はいはいはい、イヤホンズとかもね、うん、そうなんです、イヤホンズもね、ユニットでアーティスト活動してますけど、うんうん、また別のアーティストとして歌を届けるっていうことで、うん、もういろいろ練ったんですよ。あら2020年に、うん、たくさん練って時間もありましたから。そう、コロナ時期でね、はい、結構ね時間がねいっぱいあったんで、そこでいろいろ考えて、いろいろ考えた結果、うん、今年動かせてもらうことになったので、ということでございますよ、はい、嬉しい、ね、楽しみの一つとして皆さんもね、うん、ふんわりと応援していただければと思っております、うん、ね、これでエレガンスもパワーアップしてお送りできるっていう。エレガンス懐かしい響きですね。それはちょっと、まあ、僕ちょっとやっぱね、うん、考えてます、ね、構想があります、うん、
でやっぱマリカちゃんアーティストデビューするとちょっといろいろね、あると思いますんで、レベル差が増えたりね。とりあえず僕は、まあ、とりあえずよきゅんとデュエットソングとか。そう、あーでも聞きたいです、なんかそういうやつだ。結局僕がもっとレベルアップして、はい、すると同時にあマリカちゃんと一緒にね、デュエットもできるかもしれないね。お、はい、レベルアップするんですね。そう、レベルアップ俺まだ終わってねえぞ、俺まだ終わってねえぞ。こうです、でも結構もう上り詰めた感はありますけどね。いやいや、もう全然、本当にもう上げ土山ぐらいだ、こんな。でもほら、こうです、いつも言ってるじゃないですか、うん、あえてここにいるんだって。もっと大きい山登らせてくれ。待ってもっとそんな大それた僕はこんな大きい山登りますよ。もうちょっともう本物したとね。あ、じゃあ2021年はちょっと山登っちゃうぞと。そうだな、う R1 グランプリも、おあ、もう10年以上だから出れない。そういう制限あるんでしたっけ、ね、でも何かしらで頑張っていきますので、ね、はい、はい、応援してください。そう、私もそうですね、やっぱりゴージャス動画やってもう今年7周年目が6月になりますね。7周年、もう8年目入りますからね。こちらのもうイベントとかもね、ま、時期が時期だけにどうなってるかまだ分かりませんけどね。そうなんですよね。お客さん入れてやったりもしたいなとは思ってますけども、まあ、オンラインでも別にね、 YouTube ですから。でもスタジオには集まりたいね、やるとしてもね、みんなでね、集まってね、うん、集まってやりたいです。お客さん入れるってなるとまたちょっとどうなる、ご時世的にどうなってるか分かりませんけどね。分かんないですからね、うん、でも面と向かってこう会いたい気持ちはありますんでね。安全にやっていきましょう。こちらの方も、うん、6月はなんかそちらの辺まではちょっと収まってほしいですよね、はい、ウイルスの方がね。だって2020年はもう空白の2ヶ月みたいな、めちゃくちゃ休んでた時ありましたからね。逆にじゃあ2020年はどんな年だったんですか。子育て子育てゴージャス動画関係ない。いや、いいパパしてた。あ、なるほど、それはいいことですね、うん、でも ね、でも2021年はね、あの下の子も幼稚園に入るから、あら、自由の時間が増えます。そんな年なのか。そんな年なのか。そうですね、そうだ、ゴージャス動画ね、1周年目イベントの時にうちの子供ね、生まれましたね。第一子がね、うん、お生まれになりましたから、それと同じを重ねて、はい、この番組も我が子だと思っていただいてね、うん、我が子がちょっと分かりませんけど、うん、そちらのも楽しんでいただければね。はい、ちなみに栗原の目標なんだい。フライト思わなかったの。そうですね、うん、まあ健康。いやいや、本当にやっぱそうなの。栗原が僕痩せましたよって言うけど、その鍵が全然、本当に暴飲暴食。ツイッターとかもさ、こんな美味しいもの食べてますみたいなの上げてきてさ。そうなんですよ、なんか最近ラーメンとかロケ行きました。ロケハンだ、ロケハンで行きました。美味しいものをアップしてます ね、もう大丈夫かな、うん、ちょっと私 Google マップでその店探してちょっとお気に入りマークつけちゃいました。行きたい、ね、もう健康気遣ってよ。ちょっと健康気遣いながら、うん、どうやれば資産が倍になるかなとかいろいろ考える。おもてつみたいなこと。一か八かみたいなね、一括借金カードとか。まあそれはでもね、 YouTube 転がってますからね。うん、それを金脈を探し当てるゲームだと思えばいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで2021年もゴージャス動画楽しんでやっていきますんでね、はい、はい、毎日見ていただけると、毎日配信してますのでね、はい、チャンネル登録まだしてない方いないと思いますけどもね。あ、君してないね、これ君そのままチャンネル登録ボタン押すんだ。うん、よろしくお願いしますね。グッドボタンも押すんだ。グッドボタンも押していただいて、マリカちゃんの笑顔をいつでも見れるようにしておいてください。お願いします。うん、マリカちゃん以外も出てますけどね。はい、はい、ということで、もちろんです。そんな感じで、はい、今年も楽しんでやってきますんで、何卒よろしくお願いいたします。はい、本日ここまででございます。また次回、そして後ほどのプレミア配信の方お楽しみください。バイバーイ。バイバーイ。アーティストの方の YouTube の話なんだけど。はい。早速コラボしてはどうかね。あ、やりたいですね。あ、できるかな。うちのスタッフさんも見てるかね。見てますか。よろしくお願いします。いつもチャンネル登録お願いしますよ、皆さん。